日々犯罪が増え続ける東京シティ。そこで法にとらわれず暗躍する3人の怪盗組織があった。その名はスネークピット。あ、ケイゴ、ユイト、待ってたよ。二人が遅いから依頼人が探してた例のもの、僕が潜入してサクッと取ってきちゃった。え、あれ、ライカ君はまだですか？いや、待ってると連絡があったはずだが。何言ってるの、僕はここにいるじゃん。二人とも冗談きついな。まだ来てないのか。待ってましょうか。あれ、ハンドレッドノート。突然二人に無視をされた。まるで僕の存在ごと見えなくなってしまったみたいに。それにしても遅いですね、ライカ君。あいつのことだ。どこかをほっつき歩いてるんだろう。おい、僕はここにいるよ。気配を完全に消せる能力のせいでも今はコントロールしてるはずなのに。そうだ、圭吾君、聞いてくださいよ。今朝新しいネストの情報が手に入って。へえ。ってちゃんと聞いてます？僕がいなくても楽しそうにしちゃってさ。まあでもなんとかなるっしょ。おい、アキラ、お兄ちゃんはここにいるよ。見えてないの？無視すんなよ。お兄ちゃん悲しいな。すみません、このジュース買いたいんですけど。すみません。バイトだり。やっぱ見えていないのか。あの日から数日後、僕の状況は変わらず、ユイトやケイゴのみではなく全ての人間から無視されていた。これなら盗みもはかどるし、一人でも怪盗の活動を続けようかと思っていたけど。はい、おばあちゃん、これさっきすられてた財布取り返してきてあげたよ。僕盗むの得意なんだよね。そっか、人助けしても無視されるんじゃ意味ないじゃん。盗みは簡単すぎてやりがいがなかった。それに人助けをしても見えてないなら意味がない。ただ虚しさだけが残った。あ、ケイゴ、ユイト、出席日数は大丈夫なのか。余計なお世話ですよ。そっか、見えないんだった。それからあっという間に月日が経った。半年、いや1年、もう数えるのもやめた。怪盗の活動もやめ、人と接することもなく、ただ変わり映えのしない毎日をやり過ごすだけ。はあ、つまんないな。学校に行っても欠席扱い、家族や友達にはいないものとして扱われ、まるで生きる屍のようだ。それ自分が大事にしてるネストのロゴ入りのシャーペンですよ。勝手に使わないでください。いいだろ、少しくらい。僕がいなくても楽しそう。スネークピットの活動は二人でも成り立ってるみたいだし。ああ、こんなに退屈なら国の重要機密でも盗んでやろうかな。それともユイトの大事にしてるネストグッズ全部盗んじゃったり。ちょっとくらい反応してくれてもいいじゃん。ねえ、ケイゴ、いつもなら危険だ、やめろだとかくどいお説教ばっかなのに、どうして何も言わないの。僕たち幼馴染じゃん。ユイトだってネストオタクならもっと言い返してもいいでしょ。二人ともいい加減答えてよ。いくら叫んでも呼びかけても無駄か。そうだ、圭吾君、聞いてくださいよ。今朝新しいネストの情報が手に入って。へえ。ちゃんと聞いてます？今の会話どこかで前にも聞いたような。いや、そんなはず。でももしかしてこの世界は。あれ、ライカ君、昼寝でもしてたんですか？な、っておい、それ一人で盗んできたのか。危険だからやめろとあれほど。え、どうして泣いてるんですか？おい、ケイゴ、
なんだ。ユイト。はい。もう一人で盗みに行ったりしない。これからも僕たち三人でスネークピットだ。何が当たり前なことだ。それよりその VR チップ盗んできて大丈夫だったのか。大丈夫だったよ。盗むところまではね。でもこれは想像より危険なものだったよ。ライコ君、新しい依頼が来てますよ。私はとある企業に所属する科学者です。失敗作の VR チップを企業が流通させようとしています。それをどうにか止めていただけませんか。その VR チップは精神に異常をきたす代物です。世に出回る前に盗み出し、危険性を知らしめてください。科学者様直々の依頼か。気な臭い案件だね。確かにこれは世に出しちゃいけないものだった。 VR チップは脳にある記憶の中からしか映像を作り出せない。だから仮想現実でモブが同じ会話を繰り返すことがある。それで気づくことができたんだ。まあ、すでに物的証拠があるならあとは楽だな。はあ、僕はちょっと疲れちゃったし、あとは二人に任せていい？ああ。仕方ないですね。なんだ、やけに嬉しそうだな。え、だってそれはケイゴとユイトが僕と会話してくれるから。お、ちょっといきなりなんですか。意味わかんないですよ。おい、ライカ、暑苦しい。気分いいし、なんか盗んじゃおうかな。犯罪だ、やめろ。自分のネストグッズだけはダメですからね。はいはい。自分と一緒にネストをしていきましょう。いや、僕らも宣伝しろって。二人ともうるさいぞ。チャンネル登録と高評価もよろしくな。